昔々、まだこの世に人間もいない神様が住んでいた神代の時代、稲葉から遠く離れたところにウサギが住む島、沖ノ島がありました。ウサギたちは海の向こうに見える大きな島を見ながら、いつもこんなことを言っていました。あそこはどんなところなんだろう。見たこともないものや食べたこともない美味しいものがたくさんあるんだろうなと、いつも夢を抱いていました。しかしウサギの長老は、あの島に近づいてはならん。あの島にはとんでもない魔物が住んでいる。あの島に渡るととんでもないことが起きるぞ。それでも子ウサギたちは興味津々。子ウサギたちが集まると長老の話を恐れながら、いつも向こうの島の話ばかり。見たこともない魔物ってどんななんだろう。本当にいるのかな。しかしどうやってあの島まで渡るんだ。子ウサギたちはいつもその話で持ちきりです。そんなある日、白いウサギが寝ていると天女からのお告げがありました。賢いウサギよ、あなたはこの海を渡り、私が誰を選べばよいのか占いなさい。あなたが見極めるのです。しかしその賢い頭を悪いことに使ってはいけません。ふと目が覚めると天女はそこにはいませんでした。白ウサギはお告げの言葉が頭から離れません。この日も子ウサギたちは向こう岸の島の話で持ちきりです。すごい宝物があるかもしれないぞ。あの島にはどんな食べ物があるんだろう。でも魔物から襲われたらどうするの。そんなものいるか。いても僕たちは走るのが早いんだ。きっと逃げられるさ。だって見たこともない食べ物があるんだったら、見たこともない魔物もいるんじゃないの。第一、どうやってこの海を渡るんだよ。そうだそうだ、あの海にはたくさんのワニがいるんだぞ。君たちは本当に意気地なしだな。あいつらは簡単に騙すことができるさ。え、どうやって騙すんだよ。そりゃ簡単さ。嘘をつくんじゃないぞ。僕たちこそ騙されないぞ。そうか、わかった。じゃあ見ていろ。僕があの島まで渡ってみせる。すると、その白ウサギはワニを集め出します。おーい、ワニたちよ。君たちの数と僕たちの数ではどちらが多いか数えるから、ここに一直線に並んでくれ。君たちが多かったら、後で褒美をくれてやる。それは本当だな。どんな褒美か知らんが、お前たちには負けないぞ。そう言うとワニたちは対岸の島まで一直線。ウサギはワニの背中をぴょんぴょんぴょんと渡り始めました。一つ、二つ、三つ。騙されたな。僕は海を渡りたかっただけなのさ。本音を言ってしまったのです。おい、お前、騙したな。うわ、痛い。最後のワニがパクリ。白ウサギは皮を剥ぎ取られました。痛いよ。あまりの痛さに泣いていると、道の向こうから誰かが近づいてきます。おい、お前、どうした。近づいてきたのは、美しいと評判の八神姫に会いに稲葉からやってきた八十神たちでした。ワニに皮を剥がれて痛いのです。おお、そうか。だったらいいことを教えてやろう。
この海の塩水に浸かって丘の上で太陽に当たって乾かせばすぐに良くなるぞ。え、そうなんですね。ありがとうございます。白ウサギは早速言われた通りに海に浸かって丘に登り、太陽の光で乾かします。うわ、痛い。騙されたな。お前がワニを騙した天罰だ。ヤソガミたちは高笑いしながら去って行きました。するともう一人、たくさんの荷物を背負ったみすぼらしい神様が近づいてきます。その神様は優しそうな笑顔で、どうしたんだい。白ウサギが事情を説明すると、それは申し訳ないことをした。あれは私の兄たちなんだ。どうだい、私は治す方法を知っているが、私のことを信じるかい。その優しそうな笑顔を信じた白ウサギは、ではお願いします。まず真水で体をよく洗い、次にガマの穂綿を地面に巻いて、その上をぐるぐる転がってごらん。白ウサギは教えられた通りにやると、たちまち毛皮のある元の体に戻りました。ありがとうございます。助かりました。ところで、あなた様は何というお名前ですか。私ですか。私は大国主です。兄たちは大変美しいと評判の八神姫に会いに行っているんだ。白ウサギはふと思い出しました。あの時の天女が言っていたのはこのことだったのか。白ウサギは大国主に、あなたは兄たちの荷物を背負い、みすぼらしいあなた様こそその美しい八神姫と結ばれるでしょう。そして二人はめでたく結ばれました。白ウサギよ、よくぞ私のお告げを信じてここまで成し遂げてくれた。あなたの勇気と行動をたたえて、私と大国主様とで手厚くもてなしましょう。稲葉の白ウサギは大国主の使いとして、たくさんの食べ物に囲まれながら手厚く祀られるようになったのです。めでたしめでたし。